はい、本日動画3本目ですねどんだけいい加減に撮ったんだってバリバリ撮ってますからね。さあ今日は一日密着だね。行こうか。じゃあ今日はじゃあ今からついてって、はい、現場行って、はい、作業見て、はい、久々にこんなに長時間動画を撮ると思うと寒気がしてるけど頑張ってついてって撮ろうか。はい、ついていきましょう。さあ行ってみましょう。はい、行くぞ。レッツレッツゴーエイエイオーエイエイオーコンビニ何やるんですか。今日一日密着なんで翔くんの一日密着。いや、嫌じゃねえよ、芸能人じゃねえんだよどういうの。なーに密着で撮ったの。いやいや、まずいっす。なんでいいや、ブツのくせんす。あブツよりいいや、ちょっと待ちんじゃやなんで朝からうんち大きいの。前後ろどっち。はい、前後ろどっち。前っす待ってないじゃん。名前変わんのか。ジュース買う。いや、ジュース買ったら買う。買ったわ。あいつも買ってたね。俺買ったわ。朝ごはん。朝ごはん、うん、コンビニ朝からそんな食うの。うわ、これもう全部飲んじゃう。この余裕感多分半分ぐらいでいい。今日は何で寿司で飲んどる。あ、でも今日暑くなるな、これ今から暑くなるな。はい、ああ、はい、そう。ほんでこれでもうそのまま現場なの。いや、今日時間あるんで、うん、あの、まあ、いつもだったら食いながら行くんですけど。あ、ここで食ってとりあえず今日時間あるんで。 OK、 ちょっと後で取りに行くわ。めっちゃいい匂いするかよ、お前。車の中で食うなよ、これで。何時までここで待機。いや、7時50分に出る。あと6分。現場ここから何分なの。8分ぐらいです。8分。はい、7時、10分、8時、8時ぐらいに着いちゃう。8時ぐらい。8時半だけど、はい、まあ、それまでに準備するってこと。今現在7時44分だね。はい、小牧まで来ておいて、まあ、名古屋から何キロ。30キロ、40キロぐらい。30キロぐらい。30キロぐらいだね、はい、で高速乗って今ちょうど置いてあって、ちょうど7時ぐらい出たか。はい、もっと早かったか、遅かったか。そんぐらいです。7時ちょうどぐらいだな、はい、5分ぐらいだな。はい、鍵閉めたりしようと。これ1日密着はどうですか。いつも通りを出してみる。いつも通りを。いや、お前いつも通り。どうやか、お前ろくなもんじゃねえかよ、お前この野郎。お前もカメラ慣れしてきたな。いや、まだまだなんてあ、まだなんて。ちょっと編集長考えたって、また俺がいじめたくてもうすぐやもんな、今これやろ、すぐやな、逆で。あ、なだって成長してんだよな、あやつ。で、また転々としてんだろう、どうせ怒られてる。すいません、こちらです。あ、傷ついちゃったわ。すいません、傷ついちゃった。傷ついちゃいましたわ。こすって取っていいですか。あ、いいですか。いや、ちょっとね、あのペンキがついたもんで、取れだけ取って、もう今取れましたわ。すいません、すいません。やばやばこれ編集でちゃんと使ってください。これでサムネ決まったわ車掌撮影中に事故隣の車に物損じゃあそのままついていくね。現場ついて8時から作業もうやるんだね。全然やりますよ。こうやって今日は解体だ。いつもあんどで使ってんの。使う。周りから一応完成されて。よし、行きましょう。はい、一発にしたばっか。まあ、急ぎん時は やるっすけど、上、うん、まあ、全然今日はあんまり忙しくないんで、うん、その辺はもうベトナム人にやらせてます。あ、やらせて、覚えろよ。はい、いろいろ考えとんか。まあ、ない頭で考えてた
大の知っとる言わんでいいよ。それ視聴者も全員知っとるで。いや誰もが知っとる。動画的に多分頭いいなって思っとるやつがいますよ。いやいないでしょ。あの動画見てお前のあのトーク力見たらバカマジや。筋肉なんだろうな頭も。すぐ分かる。いいよ。ちっちゃくもういいか。もうちょっと撮ってほしい。いい、大丈夫です。俺が今日主役なのに。はい。俺が主役なのに。なんかお前、大間できたの？そういや。なんか動画になったら待って。なんか見たの？え、社長に結構お前話しましたよ。付き合ったの？正式。付き合ったの？正式。出会ったんだ。兵庫っすね。会ったの？はい、いや。全然会わない。会えない。LINE 送ってんの？送ります。そう。なんておはようとか。おはよう。今からやってくれて、って足が飛ぶし。迷惑ですって返しけんけど迷惑です5時半に送られたら迷惑ですって大丈夫よよぶつけんなよ、いいよ。このくらいの物件とかだと大体どのくらいで開店とか終わっちゃうんですか？いやでもここやりづらい方なんで。これやりづらいんですか？めっちゃやりづらいですね。こいつが邪魔なんで。あー、カーポートがあってやりづらいってことですね。そうそうそう。おー、でしかも結構でかいんですよこれ。あ、奥そうですよね。奥が長いんで。結構長いですよね。4時間ぐらい。4時間ぐらいですね。それでも4時間でできちゃうんですか？全然多分いけちゃう。早いっす。え、それはあれですね、翔くんで4時間ってことですか？そう、多分みんなだったら5時間だった。さすが、爆速の伊達じゃないと思うんですよね。結構あの、テラギスさんとかに聞くと、やっぱ人によって全然違うっていう。全然違うですね、やっぱ個性が出てくるっていうか。翔くんは暑さ大丈夫ですか？全然全然余裕っすね。余裕ですか？今年の夏も全然大丈夫ですか？全然余裕ですよ。で、なんだ、今年全然暑く なくないですか？マジっすか？僕もダメだったんですよ。なんかやっぱ梅雨が続いとって、はい、梅雨っていうか、まあ、雨がいっぱい降っとったもんで、ジメジメしてて、しかも雨のせいで物件が全然もう予定通りいかんくて。ああ、でも明日って、あ、一応雨でも入ってはいるんですよね。やったらその塗装だったら濡れないじゃないですか。あ、はい、で、あと それによってずれてくるってことですか？で、あと今新築のマンションも15、3階建てぐらいの解体が、はいはい、もう2個溜まっとって。マジっすか？それも、もうあの雨でタイルが張れんもんで、あ、まだ作業できないみたいな感じ。そう、それでもめっちゃ伸びとるし。あ、例えば足場班、新メンバー入ってますね、何人か。松田君です。いや、もう一人は9月からです。あ、もう一人は9月から。はい、今現状は一人入りましたね。でも未経験なんですか？いや、多分やったことある。やったことはあるんですか？で、一応塗り替え道場来て向き合えれば全然いいですね、誰でも。もう本当に下手に知識あるよりはもう、ああ、そうそうそう、もう一番嫌ですねそれ。もう、ああだこうだ言うっていうより、塗装の職人さんとかも多いですよね、やっぱり。中途半端に知識持っとるぐらいだったらもう未経験でやる気のある人に来てほしいっていうのは。もう実は やる気さえあればもう年齢関係なく。あ、でも若い方がいいんじゃないですか？あ、まあ、やっぱ足場きついですか？材料持ったりやらない。かわいそうになってくるんですか？ケンさんおるじゃないですか？あ、いますね。かわいそうですね。かわいそうというか、でも出てもらうのは今は終わらんもんで。もう頑張ってますよね、本当バリバリですもんね。すごいっすよ。社長の先輩ですもんね。そうっすね。社長の先輩、バリバリ働いてるってすごいですよね。どうすか、自分があの年になって。あ、もう絶対なんすよ。動けると思います？あ、僕は動けるんですけど、うん、はい、やりたいとは思わないです。やらないですかも。もうニートでいいですよ。もう稼ぐだけ稼いでみたいな。じゃなきゃもう独立してあれですかね。そう、会社起こして。めっちゃパワフルっすね。
パワフル力あるじゃないですか、やっぱり。こいつらがやばい。こいつに関してはもう家帰って筋トレしてるぞ。マジですか、ね、いつもね。おお、腕が やばいっすね。がっつりしてますね、本当に。やばいしてるもんな。まだめちゃくちゃ暑いの。もう1時間じゃあんま暑いもん。8時46分まだ半分過ぎたばっかりですね。定時8時46分ですけど、はい、1日2着の予定でしたけど、はい、急遽あそうです。帰りまた見たりするわけ。帰りですか、うん、帰りは大丈夫。2軒目あります。2軒目あるの。今日飲みに行くとこ密着したの。それはまずいっすね。なんでまずいやん。OK。 もういいっすか。はい、暑いっす。暑いし体張り替えなかし。そうですね。はい、それじゃあ、まあ、明日は解体に久々に同行してみました。そうですね、朝から来てみました。お願いします。Yeah.